紹介の進言を入れ、これから生徒を攻略する。もはや職は国の体を成していない。俺たちの手で乱世を終わらせるんだ。己の目的を失い形骸化した職を滅ぼせ。この戦で職を滅ぼす。長きにわたる三国時代を終わらせるのだ。生徒を包囲できれば勝利は確実だ。そううまくことが運べばいいんだがな。はあ、寒いは乾燥してるわで嫌になるよ。まあ洗濯物が早く乾くのはありがたいけどね。だんだんと冷えてくるのかな。実は たまに思うんだ。何もかも投げ出して遠くに行きてってな。けどお前が一緒って条件付きだぜ。
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。おや、これはこれは。その後調子はいかがですか。へい、いらっしゃい。毎度どうも。あの頃、わしは40歳を目前にしておった。論語によると、40にして不惑、あらゆることに惑わなくなるはずじゃった。ふん、ワクワクしたろ。男として一皮むける時期じゃからの。ははは、そう言われて元気が湧くような気がしたもんじゃ。そんなもの。
ご活躍、私も見習わなくては。エキシューには石膏を放ってあります。彼らと接触すれば情報を得られますぞ。有益な情報を入手してお待ちしてました。メンチクの戦況は芳しくありません。当中様が苦戦されているとのこと。旅行付近に8職人が住んでいるそうです。戦火を避けて彼の地に移り住んだとか。これで仕入れた情報を報告できます。職には脅威を心よく思わない者がいます。彼らは生徒付近に集まっているそうです。情報は順調に集まっているようですな。この調子で進めましょうぞ。貴様石膏か、逃がさねえぞ。覚悟しやがれ。壊れたか。だがこの情報は何としても持ち帰らねば。耐えられる。
ここまで追い詰めながら逃がすとは、畜生。おかげで助かりました。では石膏で得た情報をお伝えします。浮上付近に裏道があるとのことです。見つけづらく人にも知られていないとか。これぞ天の助け、どうかお救いください。あらてか、まとめて討ち取ってくれる。残る石膏はあとわずか。速やかに接触したいものですな。お仕置きよ。これでは情報が敵に。女性ありがとうございます。耐えられる。職軍の兵糧庫の場所を突き止めました。傭兵館の南の砦だそうです。不足の情報はあらかた集められました。これで戦を有利に進められますぞ。申し上げます。石膏の得た情報は全て収集できたようです。ああ、これで攻めやすくなるな。情報は皆に伝えてくれ。俺は義に降伏します。どうぞ、よしなに。
お見事、見せつけてくれますな。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありませんな。Yeah.